グルーパー。グルーパーは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の3番艦。艦名は、裸の総称の一つにちなむ。裸は450種に及ぶ王女帯のため、総称は、グルーパーだけではなく、シーバス・シーパーチをはじめた数あるほか、スペイン語のメロも多用される。グルーパーという総称も、ポルトガル語のギャレパを語源とする。 グルーパーは1940年コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1941年10月27日にアルバート・カイ・チャーチ夫人によって浸水し、1942年2月12日、ニューロンドン潜水艦基地で艦長クライン・ E ・ー・デューク少佐、アナポリス1927年組の指揮下1942年2月12日に収益する。 ロングアイランドサウンドでの成長後、グルーパーは太平洋潜水船体に配属され1942年3月30日に新珠湾へ向けて出航した。以後同艦は日本船舶への攻撃任務に従事することになる。グルーパーは最初の紹介で、まずミッドウェイ海戦に両艦と共に参加。6月4日、グルーパーは炎上する日本空母2隻を目撃したが、 攻撃はできず、戦闘機による、機重装車と170個以上の対戦爆雷にいる、攻撃を受けた。翌5日には急降下爆撃機の攻撃を避けて、先行した。その後、ミッドウェイ島に3日間停泊。補給後の6月12日、グルーパーは東、シナ海に向かった。6月25日午前、グルーパーはの地点で、特設運送船、第2と南丸、 日本水産19,262トンを発見し、魚雷を4本発射して撃破した。6月27日にはヒ川丸日本優先11,622トン、クラスと思われる病院船を発見。その後は南西諸島及び台湾近海で紹介した。7月6日には、の地点で台湾航路の可客船富士丸日本優先。 9138トンに対して、魚雷を2度にわたり6本発射し、1本が命中したと判断された。7月30日、グルーパーは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、ロブロイ・マクレガー少佐、アナポリス1929年組に変わった。8月28日、グルーパーは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。 9月21日、グルーパーは台湾海峡で陸軍輸送船トンネマル、玉井商船4070トンを撃沈。10月1日にはの朝鮮軍島東方で陸軍輸送船リスボンマル、日本優船7053トンに魚雷を命中させ、リスボンマルは上海に向けて曳航されたものの、翌2日についに沈没した。リスボンマルには、 日本陸軍将兵780名と、香港の戦いで捕虜となったイギリス軍将兵1819名、あまりが乗っており、沈没による捕虜の死者は、歴史や射殺などで800人を超えた。日本側は、アメリカ潜水艦が味方の捕虜が乗った、輸送船を撃沈したことを懸念し、アメリカ側も後日、日本の海外放送を傍受して、リスボンマル撃沈を知った。10月21日、 グルーパーは53日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。11月12日、グルーパーは3回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。ラバウルとブーゲンビル島、ショートランド諸島間の交通路を紹介し、12月8日にはの地点で2隻の輸送船に対して、巨雷を発して、うち1本が命中したと判断された。12月17日、 グルーパーはノぶか島北西海域で輸送船団を発見し陸軍輸送船バンドン丸南洋海運4003トンを撃沈した12月31日グルーパーは49日間の行動を終えてブリスベンに帰島した1943年1月21日グルーパーは4回目の紹介でソロモン諸島方面に向かったベララベラ島近海で 東京急行を警戒しつつ、1月28日にはの地点で2隻の輸送船で構成された輸送船団を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。1月31日に、物地点で2隻の護衛艦がついた輸送船を発見するが、先手を取られて爆雷攻撃を受けた。2月4日、グルーパーは24隻もの駆逐艦からなる。 東京急行と航空機との戦いを観測する。2月8日から10日にかけては、レンギ島に富士帰していたハドソンのパイロットであるローレンス・ロバー・マックラ注意を救助。また、ソロモン諸島やニューギニア北岸沿岸部における、いくつかの主要な日本軍レーダー基地を発見した。3月18日、グルーパーは56日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。 艦長がマーティン・ピー・ホテル少佐、アナポリス1927年組に変わった。4月12日、グルーパーは5回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。ブッカ島近海で紹介した後、ラバウルとエワク、パラオ間の交通路の紹介に転じた。5月12日未明、グルーパーはの地点で苦戦艇を発見。追跡していくと、 夕国には4隻の大型輸送船を機関とする輸送船団に遭遇する。しかし、先に爆雷攻撃を仕掛けてきたので攻撃の機会がなく、夜になって浮上すると輸送船団の姿は消えていた。それでもグルーパーは追跡を継続し、間もなくの地点で浅潮型駆逐艦と推定された駆逐艦を発見する。相手が、 グルーパーの存在に気づいて反転してきたため先行し、爆雷攻撃をしのいで、駆逐艦が去っていくのをただ待つのみであった。結局、この紹介では、魚雷発射の機会はなかった。5月29日、グルーパーは47日間の行動を終えて、グリスベンに帰島した。6月19日、グルーパーは6回目の紹介で、ビスマルク諸島、ニューギニア、ソロモン諸島方面に向かった。 7月13日、グルーパーはの地点で3隻の4000トン級輸送船と1隻の6000トン級輸送船から、なる、輸送船団を発見するが、爆雷攻撃で動きを封じられる。護衛艦をやり過ごした後、浮上して追跡するがスコールで見失ってしまう。まもなくレーダーを使用して、追跡を再開し、夜になって、再び輸送船団に接触し、3度にわたって、 計6本もの魚雷を発射したが、戦果はなかった。2日後の7月15日には、の地点で、駆逐艦に護衛された、上川丸急水上規模艦と日照岩急タンカーを発見し、魚雷を4本発射する。魚雷は命中しなかったが、グルーパーの頭上を通過した、駆逐艦からの反撃もなかった。トラック諸島とショートランド間の交通路に転じた後、七月十九日にの、 地点で輸送船団を発見したが、この時もまた爆雷攻撃で攻撃の機会を逸した。8月3日、グルーパーは46日間の行動を終えてブリスベンに帰島した。8月25日、グルーパーは7回目の紹介でビスマルク諸島方面に向かった。9月10日、グルーパーはの地点で輸送船を発見し、魚雷を4本発射して1本命中させたと。 判定される。続いて、東アマル級タンカーに対して、魚雷を6本発射したが、すべて外れた。9月20日に、この地点で、カモメ型不設定と、応募式艦艇が護衛する5隻の輸送船団に接近し、輸送船に対して、魚雷を4本発射して、うち1本が命中したものと判断された。ラバウルとト,トラック間の海域を紹介後、9月28日から29日に、 かけては、ニューブリテン島南岸部に接近し、50人のゲリラと3000ポンドの物資を下ろし、代わりに島に遭難していたアメリカ陸軍航空隊のパイロットを収容した。1943年における、グルーパーの定期的な紹介活動は、自身が戦果を上げることはなかったが、他方面の活動で選挙区に寄与した。10月11日、グルーパーは47日間の行動を終えて、 真珠湾に帰島。10月19日からカリフォルニア州サンフランシスコのハンターズポイント海軍造船所でオーバーホールを受けた。また、艦長がフレデリック・エイチ・ウォリング少佐、アナポリス1933年組に大渡。オーバーホールを終えたグルーパーは1944年1月7日に真珠湾に戻った。3月1日。 グルーパーは8回目の紹介で、ルソン海峡方面に向かった。3月29日以降、バシー海峡及び高尾と香港間の交通路を紹介したが、4月10日にの地点で発見した輸送船団はスコールに遮られ、この紹介における戦果はなかった。4月28日、グルーパーは59日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。5月22日、 グルーパーは9回目の紹介でホエール、パンパニと、アセスパンパニと、SS-383 及びバットフィッシュ、アセスバットフィッシュ、SS-310 と、ウルフパックを構成し、日本近海に向かった。ウルフパックは、文語水道で紹介し、6月13日にはの地点で、氷川丸を確認する。6月19日のマリアナ沖海戦直後、 海戦に完敗した小沢寺三郎中将率いる第一機動艦隊の残存艦がこの方面を通るということで警戒をしていたが、グルーパーは6月18日に潮の岬方面へ移動を開始してり、結局第一機動艦隊への攻撃はなかった。6月24日未明、グルーパーはノイズ大島ハブ東大の南東43キロの地点で、 父島から横須賀に向かっていた第4620、オッツ船団を発見して、浮上攻撃。海軍徴用船熊野山丸、三井船舶、2857トンの見張り員は、浮上したグルーパーを明かりをつけた漁船と、一瞬見誤った。グルーパーからの魚雷は、熊野山丸の上に命中し、熊野山丸は一時頃に沈没した。7月10日、 グルーパーは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。8月14日、グルーパーは10回目の紹介で、パラオ方面に向かった。マジロを経由し、パラオ近海に到着。グルーパーは、同海域で数度の空襲を受けたが、これに耐え、7人の撃墜されたパイロットを救助した。グルーパーは10月6日に、サイパン島に帰港した後、 10月15日に62日間の行動を終えてマジュロに帰投した。11月9日、グルーパーは11回目の紹介で日本近海に向かった。小笠原諸島方面で紹介し、同時に東京を空襲する B-29 に対する支援任務も兼ねた。11月28日、グルーパーはの地点で2隻の武装トロール船に対して巨雷を3本発射する。 しかし魚雷はすべて外れ、グルーパーでは、浮上砲戦を試みるが、浮上する前に、爆雷攻撃を受けて、攻撃を諦め。1945年1月1日、グルーパーは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。整備後、グルーパーは、サイパン島に開港された。3月3日、グルーパーは12回目の紹介で、東、シナ海に向かった。 九州西方寺軍島近会で紹介したが、3月27日にの地点で病院船高佐5丸大阪商船9315トンを目撃し、翌3月28日にはの地点で三ンパンを攻撃する。この2隻以外は接触もなかった。4月26日、グルーパーは54日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。翌日、 グルーパーは二度目のオーバーホールのためサンフランシスコに開港された。グルーパーは8月6日に真珠湾に戻り、この後も紹介任務が予定されていたが、戦争終結とともに任務は取り消された。9月9日、グルーパーは両艦トロ、ブラックフィッシュとともにニューロンドンに向けて出版した。その後は4年にわたってフロリダ及びカリブ海で作戦活動及び、 訓練任務に従事する。1946年には戦闘情報センターを設置された最初の潜水艦となる。翌年には潜水進行中の潜水艦の乗組員を解放、回復した最初の潜水艦となった。これらの活動は1950年3月5日まで続けられた。グルーパーは最初の対潜水艦攻撃潜水艦へ転換されるため、 メアアイランド海軍造船所入りする。1951年1月2日には SSK-214 対戦潜水艦へ艦種変更される。転換作業ではシュノーケル、広範囲、ソナー、レーダー設備が追加され、1951年6月27日に完了した。グルーパーは対戦潜水艦戦闘の先駆けとして任務に復帰する。 続く8年にわたって、第2潜水艦開発グループの1ユニットとして、グルーパーは、対潜水艦戦闘の概念を開発し、テストするための任務に従事する。この任務で、グルーパーは、東海岸を伸ばすコシアからフロリダまで、また同様に、カリブ海で活動した。1953年及び1955年には、大西洋を横断し、アイスランド経由で、 スコットランドのに赴く。1957年の秋には、NATO の演習に参加した。グルーパーは1958年5月17日に、AG-214 実験潜水艦に、艦種変更される。1959年11月28日に、広範囲な改修のために、ポーツマス海軍交渉入りする。この改修で、 前方魚雷室は実験室に変更された。科学者の仕事代及び信頼が追加された。また様々なタイプのソナーが前方に装着された。回収が完了すると、グルーパーは1960年6月23日に出港。その長い経歴で4番目の家庭である学術、調査官及び水中音響研究官としての任務を開始した。ニューロンドンを母校とし、 北はノバスコシア、その他はカリブ海とバーミューダでの頻繁な実験を行った。グルーパーは水中での音響電波に関する研究に集中し、1962年12月にはオーバーホール及び改修のためフィラデルフィア海軍造船所に入る。改修が完了すると1963年5月にフィラデルフィアを出港し音響調査研究を再開した。 1964年6月にグルーパーは戦闘効率賞バトルエフィシェン CE を受賞した。1965年11月にオーバーホールのためフィラデルフィア海軍造船所入りし音響研究のための設備を装着する。1966年5月1日にフィラデルフィアを出港、6月1日にニューロンドンに到着し、 集中的な実験研究のためカリブ海に向かう。1966年はナラガンセットワン及びバーミューダで2回の実験を行った。1967年の初めにグルーパーはニューロンドンで実験再開の準備を始める。1968年の時点でグルーパーは戦時、平時療法において浮かぶ研究所としての長い業績を継続していたが、 1968年12月2日をもって退役し、除籍された。グルーパーは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。